はい、どうも皆さんこんにちは、サンギーラです。本日もハリーポッター魔法の覚醒で遊んでいきたいと思います。さあ皆さん見てください、こちら。はい、グレートウィザードになんとかね上がることができました。そしてあの共鳴ランキングっていうのがあるんですけど、日本で39位まで上がってくることができました。これなかなかじゃないですか。ベラトリックス使えるときはほとんど負けないというか、かなりの確率で勝てちゃうので、それでランキングが39位まで上がることができました。今後ね、さらに上がっていくと思うんで、ぜひ皆さんにシェア発揮していこうと思います。では僕が今使っているベラの、デッキ紹介を行いたいと思います。はい、ベラはですね、やっぱもうこれ説明いらないと思うんですけど、堕落地っていうゲージがあって、それがマックスになるとデスイーターを召喚できると。でデスイーターを召喚するたびにデスイーターの人数が増えていって、最大3体まで召喚できるっていうめちゃくちゃ強い共鳴でございます。ではそのデッキ紹介になります。はい、ここはねもうあっさりといきますね。クルーシオが入ってます。これはまあプレイヤーにも当てるし、召喚で強いのが出てきた時にも当てます。でピエルトータムロコモーター、これもレベル上がりました、やっと。もともと11なんですけど、共鳴で13まで上がってます。でインセンディオ、はい、と浮遊爆弾入れてます。でここ変えてますね、ブラッジャーを入れました。やっぱりブラッジャーはね、堕落地を貯めるのもそうだし、細かいやつらがわーって襲ってきた時に使えますね。貫通してくね、タタタタンタタタタンって、はい、使います。でエクスパルソ、これもやっぱ敵の位置を変えたい時に使いますね。やっぱ卵とかを花ハッカーのエキスで回復されてる時とかは、エクスパルソで卵ブンって飛ばして回復を解除させたりしてます。まあ、あとは敵がクルーシを使ってきたり水路を使ってきた時にもこれは有効ですね、エクスパルソ。で怪物の本、これはねいいですよ。攻撃間隔がめっちゃ短いんだよ。 0.6 秒間に一発カミカミしてくれるので、1秒あたりのダメージは26と、なかなかいいダメージ入ってますね。そして最後にメテオロジンクスでございます。で仲間カードはアイビー1枚目入れてます。敵が結構ねやっぱ最初にピエルトータムロコモーターとか出してくるときにアイビーで1体消します。でもう1体は僕のクルーシオとかで消すみたいな感じですね。そしてロン・ウィーズリーですね。で3枚目はダニエル・ページで回復にしてます。はい、なので回復でなるべく死なないようにしつつ、あれです、デスイーターをたっぷりと召喚して倒していくみたいな感じですね。ハーマイオニーを封じました。僕の方は、ハグリッドが封じられてますね。格上との戦いですね。では見ていきましょう。この人はね以前に何回か当たったことがありますね。でめちゃくちゃ召喚してくるっていうのはなんとなく覚えてます、覚えてましたね。カサンドラをね倒すの結構大変なんだよね。カサンドラ出ちゃうとこのピエルトータムロコモーターがほぼ無力化される。なので早めに倒したいなと。ノックバックもされちゃうんでね、結構嫌だなーって感じがします。とりあえず霧から出してあげましたけど、この時もうほらピエルトータムロコモーターほぼ何もできずみたいな。で相手ユニコーン出てきたんで、とりあえずね燃やさなきゃいけないんですよ。どこら辺だ、あここにいるんだね。でインセンディオでカサンドラとユニコーン両方にダメージを入れてます。ここでカサンドラは生き残ってんだよね。そしてユニコーンが復活、やばい。結構ユニコーンだるいんですよ。なんでもうもったいないですけど、この子出しました。アイビーで消しました。で敵はやっぱりねカサンドラをしっかりと回復してますね。いやーこれはねこのまま押し切られると結構厳しい。そしてオパールアイまで出てきました。まあブラッジャーでちょこちょこ攻撃をしつつカサンドラにダメージを入れていきたいところですね。でこういう時にオパールアイ邪魔なのでクルーシオでしっかりと攻撃。ただ誤ってですね一
発入れ損ねて生き残っちゃいましたね。しかもブラッチャーを打ち返し忘れるっていう最悪です。これは本来であれば一発のエクス、クルーシオで倒すべきなんですけど、でエクスパルソ、いやー相手はどんどん回復してますね。嫌ですね。ユニコーンにまた回復されちゃうときついなと思ってモンスターブックで攻撃してます。ただ復活しちゃうよね。かなりね不利だなという感じですね前半は。で結構まとまってたんでインセンディオで消しつつ、こっちはデスイーター出たんでユニコーンはこいつに任せようと。これ危なかった。クモにクルーシオが当たってたら結構厳しかったですね。しっかりとユニコーンに当たってくれたのはいい。でここでロン・ウィーズリーを召喚します。こっからですよ私の逆転劇は。はい、ここでロンのねキングが出てくれたんですね。まあ相手かなり雲出てたんで相当な数倒せたっていう感じです。でオパールアイが出てきました。はい、いいですね。このデスイーターがめちゃくちゃいい働きしてくれてます。この一体でだってユニコーンとオパールアイを倒してくれたんだから。あとはユニコーンをしっかりと攻撃、向こうは頑張って踏みつけてくれてますね。おかげでモンスターブックが死んでしまいました。ただこんだけ集まってるとインセンディオ打ちたくなっちゃいますよね。はい、一気にダメージ、一気にダメージ入ってます。かなり熱いですね。でやっぱ回復量を減らすためにもメテオロ入れつつ、まあここはメテオロで死んでくれて、まああとはクモの巣ですね。クモの巣にしっかりダメージを当てていく。またユニコーンが生まれてる中ですごい勢いで回復してると思いますよ。だからモンスターブックでねしっかりカミ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 していきます。いい感じですね。でなぜか僕は冬爆弾を、ね、2匹出しちゃってますね。どんどん出てくるな。でここで僕は回復役に呼んでます。そうするとデスイーターが出てきました。ビリッ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 ビリ、これ痛いでしょうね。いや、いいですね。ロンにも当たって激アツ。そんなこんなで相手はねだいぶ疲弊してきましたよ。でこのクモちゃんたちはね死んだ後毒液をばらまくんでね嫌なんですよね。まあ、こっちはある程度の余裕が出てきたのでほら徐々に徐々に回復してます。素晴らしいですねダニエルの回復。うひょー、まあ、あとはねデスイーターさんたちに任せとけばいいんですよ。まあただ彼らも HP がねそんな高くないのですぐやられちゃいますね。いやめっちゃ回復してくれてんな。そんなこんなでもうほらゲージが堕落値がマックスになったので3匹生まれます。しかもみんな爆弾を背負っていくよ。クルーシオは食らうたびにダメージが増えていくからね。いよいよリカちゃん残り1000を切りました。これは痛いはず。あと300、ダニエルが回復してくれてますね。いや強い、強かった。次はですねチリでナンバーワンのベラトリックス使いですね。この人はチリでナンバーワン VS 日本250位ぐらいの一般ピーポー。 HP はほぼ一緒。
あー、ブラッチャーね。初っ端からブラッチャー使ってくるタイプね。 0.5 倍速にします。エクスパルソでブラッチャーを解除、これ重要です。あんまり僕うまくいかないんですけど、モンスターブックからのこっちはピエルですよ。頑張れ頑張れ、よしよし、いいぞいいぞ。あー、ベノムね、いいですね。あれを使うことによってスピードも落ちるしダメージも入るしで結構痛いっす。ただ僕はね、着実に堕落地を貯めていく、このブラッチャーで。まあ、メテオロジンクスはそんなに恐れてないです。移動すれば当たんないんで。モンスターブック、おっ、ここで生まれてきました。サンダーストームをぶち込んできましたね。2連サンダーストームなんで結構痛いっすね。今サンダーストーム打てたのかな、この人。来ました、ここでデスイーター。まあ、ここのモンスターブック倒していただいて、相手もねデスイーター生まれたんですけど、ほぼ瞬殺でした。メテオロとこの子でアイビーで、でここにいられるとね、なかなかこうエクスパルサが当たりにくい。ほぼ移動しないし解除が難しいなと思ったんですけど、とりあえず打ってますね。ピエルトータムロコモーター、ロコモーター、頑張れ。アクロマンチュラベノム、ベノム打ってますね。ただね、この辺の後ろに置けばモンスターブックがダメージ受けないんじゃねえかっていう考えで後ろに置きました。まあがっつり移動されちゃうんですけどね。まあ、死なずに生還しましたね。でインセンディアでこのカニさんたちを消しました、半分は。そうすることで相手のこの浮遊爆弾もほぼ役に立たずって感じですね。で知らぬ間にフレイ兄弟が召喚されてましたね。なので僕のロン様を召喚、いけ。いいねと思ったら相手もしっかりねデスイーターを2体召喚してきてますね。あー怖い、離れよ離れよ。デスイーターが出たらとりあえず離れる、射程圏外に行く、それが重要ですね。相手は残り900と、もう少しで、まあ、あと1回ね出せればいい感じじゃないですか。あ、うまいね。エクスパルソで弾かれちゃいました。モンスターブック対決、やっぱりモンスターブックと浮遊爆弾はね同時に出すよね。で僕はさらに浮遊爆弾まで出しちゃいますから、よし、爆弾を装備、そしてデスイーターを3体招待、招待召喚。あれまだ2体だっけ、2体のタイミングか。結構じゃあ早めに終わったんだな、だいぶ有利っすよ。はい、完了。なかなかいい試合ですね。こんな感じで今日本39位まで上がってきました、ベラトリックス。このまま共鳴ランキング1位を目指してですね、ベラをどんどん強化していこうと思います。この動画を出すことによって、この動画を見た人は、あ、サンギーラだ、
ベラトリックス封じようみたいな感じでね、僕のランクが上がりにくい状況が続いていくんですけれども、まあね、他の方々の参考になればと思い動画を上げております。じゃあ動画の後半にですね、僕の実況なしですけれども、通常速度で、先ほどお見せした 0.5 倍速の試合をお送りして終わりにしたいと思います。アクロマンチュラピエルトータムロコモーター、時間の無駄ね。メテオロジンクス、ニフラ、ネビラシ、エクスパルト、ユニコーン、インセンディオ、浮遊爆弾、見てなさい、アンチポリス、ブラッチャー、次はもっと頑張るから、クルーシャー、アクロマンシャー、メテオロジンクス、エクスパルソ、ユニコーン、エクスパルソ、モンスターブック、浮遊爆弾、ニフラー、インセンディオ、アクロマンチラ、みんな大丈夫、僕たちは仲間なんだ、さっさと済ませてよ。ジェットはこんな遊び方じゃないよ。エクスパルソ、ユニコーン、モンスターブック、浮遊爆弾、浮遊爆弾、インセンディオ、メテオロジンクス、ネビラシ、ブラッチャー、ユニコーン、モンスターブック、浮遊爆弾、アンチボディー、マールアイ、あとは俺に任せろ、みんな大丈夫、浮遊爆弾、僕たちは仲間なんだ、メテオロジンクス、ここからは一人で頑張ってくれ、アクロマンチュラ、エクスパルソン、ニフラ、モンスターブック、浮遊爆弾、ユニコーン、エクスプインセンディオ、浮遊爆弾、メテオロジンクス、アクロマンチュラ、エクスパルソン、ニフラ、モンスターブック、インセンディオ、エクスパルソ、モンスターブック、ブラッチャー、エクスパルソ、モンスターブック、誘爆弾、ピエルトータムロコモーター、ブラッチャー、メテオロジンクス、モンスターブック、ただのテストに過ぎないわ、安心して、私が守ってあげるよ、これ、本人は弱いと思います、ブラッチャー、エクスパルソ、次はもっと頑張るから、ピエルトータムロコモーター、
アクロマンチュラベノム、モンスターブック、マンチコアダンス。インセンディオ、浮遊爆弾、メテオロジンクスだ、サンダーストーン。みんな大丈夫、僕たちは仲間なんだ。覚えてるよ。ブラッチャー、ブラッチャー。チェスはこんな遊び方じゃないよ。エクスパルソン、モンスターブック、モンスターブック、浮遊爆弾、浮遊爆弾、ピエルトータムロコモーター、エクスパルソン、ブラッチャー、メテオロジンクス、モンスターブック、浮遊爆弾。はい、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。